とうございました。狐の嫁入り、それから、僕が住んでいる町の歌、阿佐ヶ谷という曲をお届けしました。改めまして杉本ラララと言います。僕はご存知おばちゃん子なんですが、知らんかなという色見知りおきおばちゃん子の杉本ラララなんですけれども、うちのばあちゃんがブラジルの移民出身でして、幼い頃はブラジルで暮らしていたんですが、今から100年ぐらい前にですね、日本政府が移民会社を作ってブラジルっていう楽園がありますってこう、触れ込みをして、その言葉を信じたたくさんの日本人が片道の渡航費だけをもらってブラジルに移民をしたんですが、実際に行ってみると土地が荒れ果ててて、人種差別なんかも当時まだありまして、そう厳しい生活を強いられたらしいんですが、それでも彼らは一生懸命土地を開墾して耕して、何度も品種改良を重ねて、作物を実らせて暮らしてた。でその時のこう日本人の功績が今のブラジルの農業をこう支えてるって話を聞いた時にすごく感銘を受けて、書いた曲を聴いてください。民の歌。まだ尾根の向こう太陽が寝息を立ててる頃、人知れず目覚めるくじけた折れそうな心に添え木を当てて祈るよ。いつの日か花開きますように。
した日本人のことを歌った民の歌という曲を聴いていただきました。今日もう一曲だけ、歌わせていただきたいと思います。最後の曲に行く前にちょっとだけ大事なお知らせを一つだけさせてください。このね、歌う魚 の、 あの店長の慎吾さんが独立する前に以前働かれていたヨカニセっていうライブハウスがあるんですが、あのここに昨年からすごくお世話になっていて、あの5日連続ライブっていうのを定期的にあの頻繁にやらせてもらっています。あんまり頻繁にやるものじゃないと僕は自覚してるんですけれどもすごい頻繁にやってまして、であの次回も決まっております。4月のですね、7日から7、8、9、10、11と5日間、やらせていただきます。で岸田うららも一緒に5日間駆けつけてね、駆け抜けてくれますし、あのこの後歌うマヤもね、あの出演が決定してまして、あの本当にこの5日間のために本当に素晴らしい、あの熱い 歌いたちがね、各地からこう集まってきてくれてますんで、もしあのスケジュール、合いましたらぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。あの昨日から手売りチケットもあの売ってまして、あの投資チケットっていうのもあって、あの3日以上来てくれる方はあのすごく安くなるっていうので、もう5日連続来てくれる方はもう本当あのもう馬場さんが全部おごるって言ってますいい先輩だなと思って任せて俺に任せてぜひですね、連続遊びに来てください。どうぞよろしくお願いします。最後に1曲歌って、この後マヤそしてバーガーさんにバトンをつないでいきたいなと思います。僕はあの「乙と共に生きる」っていうことをテーマに歌を作ったり歌ったり、しています。まあ本当いろんな情報が行き交うね、この現代社会で、SNS とかもあってね、もう聞きたくない声が聞こえてきたりとか、心病んでしまうことも多々あると、思うんですが、僕自身もちょっと鬱になってね、ちょっと悩んだ時期とかがあって、まあ、それをカミングアウトした時に、私もですとか、私はパニック障害なんですとか、自律神経の、ちょっと障害なんですとか、なんかこう今度は逆に皆さんの方がこうカミングアウトしてくださって、意外とこう心の病でね苦しんでる人たちって目の周りにたくさんいたんだなっていうことをすごく、そういう事実に気づいて、まあ僕もこういう、ね、歌を歌わせていただいているので、何かこう 僕なりに発信できるメッセージじゃないかなと思って書いた曲があります。まあなんかいろんな問題とかね、山積みですけど人生でも全部こう解決しようと思ったら多分それは無理な話で、時にはなんかこうズルするっていうか、なんか全逃げ道作ってなんか楽して生きていくっていう、逃げていくってこともすごい大事だなって自分の中で気づかされて、自分の経験をもとにですね、曲にしてみました。そのご来光ってタイトルの曲なんですが、それを最後に歌って今日はお別れしたいと思います。本当にどうもありがとうございました。